本動画をご覧の皆さん、お越しいただきありがとうございます。ご龍歳です。本日は、ご注文は先ですか第2期、第11話を称して、リアクションを収録していきたいと思います。よろしくお願いします。では、いきます。3、2、1、5。山ですね。これ2部構成でいくんですかね。11話、12話をかけて、山で遊びに行く話、 うん、かあ脅威脅威っていうほどの何かありましたっけうん。実家そんなとこなんだ。へえなるほどなるほど。でもちらっとね第1話でしたっけ雑誌に載ってるお家の背景はお願いします。ぜひお願い。はい。この子が私の妹なんです。あらー。<laughs> <laughs> ままだうつみで。ああ、かわいらしい。そうっすね。はい。あーらー、だいぶほんとにね、まだでもね、ためらいは強いですけど、だいぶ心開いてきたんじゃないですかねっていう感じでよかったっすね。ほんとに。<laughs> まあ、やっぱりね、ご実家で家族に会うってなるとね、まあ、嬉しいんだけど、照れくささもあるし、 そんなにもう本当に、もう本当の妹になってしまうんじゃないかっていうぐらいのね、感じるでしょうからね。で、もう11話っすね。まあ、それはそうなんですけど、やっぱり、この後もあるとわかっていても、寂しいものは寂しいというのはね、だんだん9話、10話ぐらいから感じ始めてましたけど。なんで、さっきも申し上げましたけど、 11話、12話かけてこの山での話やるのかとか、11話でみんなでこうやって、割と大きめのね、イベントですよね。そういうものを楽しくやって、で、帰ってきて、12話で元の日常に戻っていくのかというね、まあ、どっちでもありえんなーっていうね、感じですよね。山で何するんですかね。キャンプまでしますかね。 まあ多分だけど、今回のサムネで釣りかなあれはしてるところがあるんで、まあ釣りしたりとか、あとは、それ釣ったやつをどうすんのか、さばくの。焼くの。ちょっとゆるキャンと堤防を同時に思い出すね。そんな感じの想定がありますけど。さてと、ああ、あれはね、お父さんの部下の方ですよね。ありがとうございました。お世話になりました。うん。<laughs> また親父すげえ。 あらおおそうねうんまやさん意外っすよねあのリボンとかさまあ本当に超今更なんですけど2期のはい、あ、どうしました食料食料にそんなハプニング起こりうるあのそれはハプニングっていうかなそんなことはある <laughs> 携帯は <laughs> 食料自給自足か。はい。うん。信じらんないですけどね。空っぽだったって誰も気づかないですかその軽さに。ああ、そうか。ああ、慣れてる、シャロさんと。うん。シャロさん、この髪型かわいらしいですよね。そうだ、あのー、そう、さっき言いかけたんですけど。 マヤさんの一人称私なのちょっと意外ですよね聞くたびに思うちょっと意外な感じがするうんどうでしょうかただちょっとねその強さ的には当てになるんですけど強さの追加要素としてちょっと大丈夫ではない余計な要素が伴っていそうなのがココアさんなんですけど <laughs> <laughs> よかったっすね <laughs> 血もめたいはいるけどさ あらもう無敵じゃないですか。絶対いいと思うん。<laughs> いや、あんたね、あんたに言われたくないですよ。あんたが普段持ち歩いてるもんなんでしたっけっていうね。うん。まあ、やっぱ釣りするんですね。<laughs> まさかあの釣りがね、ほとんどあの遊び半分というか趣味半分の釣りだと思ってたら、あの釣りをしないと生きていけないサバイバルの一環だったと。ふん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 。 ちょっと不安なとこありますけどね。まあ、成り行きを見守っていきましょうよ。こんだけ、<laughs> こんだけ頭数いたら、まあ、誰かしら釣るでしょ。誰が一番釣れたりとか。変わった、変わった感じだな。うん。でっか。うん。え皆無なのすげえな。まあ、でも、街中でね、うん。やっぱ北欧か どっちにしろ欧州っぽいね。針葉樹林ですね新葉樹林って言うとなやっぱりうんこれ何で見たっけなこの針葉樹林がずっとあってそれがその植生が話題になってるというか物語おーやるじゃん。イワナヤマメアユかなわかんないけどちなみうん。 ちなみにだけど変なのいないっすよね。毒のある生き物とか危ない生き物とか。<laughs> おお、えすごいな。何 <laughs> <laughs> なん,なんいやわ、完全にいいでしょう。悪い要素ないですけど、みんな結構順調に釣れててすごいな。誰か一人ぐらいその釣れなくて苦労する人いたりとかあるかなと思ったけど、あ,あの持ち方か、へえ釣り竿 千野さんねえすごいじゃんまあ本当に身近に川でも海でもないと釣りなんてやんないまま大きくなりますかねなんだはあ1匹だけでああはい <laughs> まあ <laughs> 今までうんなるほどでもね ずーっと釣ったことな、あそうなんだ。うん、なんでしょう。<laughs> 何のパワーなんすかね。パワーない方が釣れるような気がするんですけどね、そのパワー <laughs>、すごい、ほんとに連中にそっくり。うん。やっぱパワーで釣ってんのか。いやー、これは、侮っていたな。パワーってなんすかっていうね、釣りってパワーでするんでしたっけみたいな。平常心というか。うん。 私も納得がいかないです。メイクセンスとは言わないですね。太鼓帽みたいに。無心。絶対やばいやつですよね。ネひひ。ねなんでそんな風に思えるんですかねこれ見て。どう見たってやばいやつですよね。憎悪しか感じないですよ。この造形。あ <laughs> んだ一見腐ったよな。 なんんで全部美味しい方に想像するんだこの人はどう見ても毒の中でも人を殺すために人を呪うために毒を持ったかのような見た目でしかないはいなんで分かっててそれ<笑><笑>すごいなやばいキノコうんあなるほどツッコみ待ちでしたかボケでしたかいつもの漫才のノリでね あれでもメイクさんつっこまなそうだけどおうおうなんで釣れないですかねチノさんは焦りですかやっぱ自信のなさあとはそのあー暑いっすかなるほどあうわーあるやつだな気をつけてよ大丈夫っすあそっかココアさんにかぶしてもらったからだ一人で行かないほうがいいんじゃないですか 他の人に声かけてから行った方がいいじゃないかと思うんだけどうわ危ないすごく危ない予感がするうわすごいハラハラする大丈夫かなあよかっただいあー川はねうんふう大丈夫だったでもだいぶ離れたなへえ怖 あある,あるっすよ、ね、やっぱりやっね誰かに一声かけてからのがあったな川慣れてない人はね、うん、まあとりあえず流されなくてよかった夏どのぐらい暑い夏か知らないですけどは <laughs> ねだいぶですよねあ中州の方行っちゃった声かかければ届くあっ 危なああーよかった意外と早く見つけてもらえてよかったぜうやっほーじゃねえんだよ助けてくれ呼んで <laughs> 挑戦してんじゃないんですこれはね <laughs> これはアクシデントなんですよミスったんですよ <laughs> うわーまあこの人だ <laughs> 頼もしいけどね まあ一もだったら少なくとも一人で戻らなくて済むんで。ああ、みんな来ちゃったよ。うん。ああ、よかった。うん。<laughs> 一瞬で解決したのよかった。うん。まあ大変なことにならなくてね。うん。魚元気っすね。生きいいっすね。この辺の魚は分かんないですけど。うん。<laughs> まあ、行けると思ったんでしょう。この人には。 うん、まあねそれはね危ないんですよ、うん、そうなんですよね借りた帽子だからね大事にしてくれたんですよでもへええ <laughs> うんでも危ないんですようんこいやさすがここはココアさんですねうんうんうんえらい、うん、ちゃんと叱れんのはすごくえらいと思います いいお姉ちゃんだぜうんうんいやーよかったココアさんそんな帽子と <laughs> 一瞬もめを離しちゃいけないですかうん子供 <laughs> 子供じゃない赤ちゃんじゃないですよなんでマヤさんがおおありがとうございましたマヤダメなんだへ、えー <laughs> 別に大丈夫だったんですねまあでもよかったそうね自分の帽子とか魚とかどうでもいいからっつってちゃんと危ないことしちゃダメって叱れんのはすごくいいお姉ちゃんですねよかった小川さんがその辺吐き違えてなくてこれは <laughs> ひどいいやアハハハじゃないっすよ直撃してんじゃないっすかあ千野さんでしたかはは <laughs> 変わらだいぶはっちゃけてきましたよねこういうのこそがじずさんが言ってた大自然の力かもしれないですよねまあ解放感じゃないですけどこういう時しかできないことはね今のうちに目いっぱい楽しんで <laughs> どんなのが <laughs> 本当に本当にそれ取ってきたんだよくあれ取っ,っ,ったんだどっちが取ったんだ 相変わらずだなあ。竜巻はい何でですかなんで川だとあ,あ <laughs> 本当に起こせたけどね。うん。んでここならできると思ったんだろう。で、んで実際できるんだ焼いたのどうやって焼いたああ、別にあれか。コテージに。 台所は別に普通に生きてるやつがあるかうんどうすんのかと思ったけど誰がさばなーんなんだまあそらありますよねなんかうーんまあ今ぐらいいいんじゃないですかあ,あ誰も見てないしでもなあ,あのカメラもねずっとあるんすね1回。 あれ結局どうしたんですかね買ってもらったのか自分でバイトしたお金で買ったのかわかんないですけど、うーん。ちょっとね、なかなかのうかつなことをしましたよ。うん。まあでも本当にね、川に初めて、ひひびっしりやられましたよ。こん、うん、今回ばかりはね、本気で怒ってましたよね。うん。ねえ。 そうですよね <laughs> いやいい話だな本当にいいくだりだったわ愛情ゆえのね叱責というね何すかそれこれは何ですかそういうああなるほど早速手に入れたチェーンソーの威力を試す時が来たかとこれ何ですかなんか誰かの夢ですかこういうなんかやってくれるサービスとかじゃないだろうしな 夢だとしたら誰の夢なんだろうんうん <laughs> 想定うんあそうなんですかそういう怖い話ですか怪談ですかいたずらですかでもあ、そっかそら。<laughs> 変わらすぎるうんああ、なるほどね そこで寝込んじゃったのをいいことに、利用、それ、<laughs> それを利用して、いたずらですか。なるほどね。やっぱりゆるキャン要素ありますよね。うん。なんじゃこれ <laughs>。なんじゃこの <laughs>。ケチ蹴散らしました。もう一個なんか仕込んでんか <laughs> うん。<laughs> なんだこの光景本当に文脈なうんそれはわざとですかいたずらしょうがないな許そううん焼きマシュマロ出されたらグーの音も出ないっすわうんまあこの方が楽しいっすよねな <laughs> なんだ うん、まあいいんじゃないですか。楽しいですよね。いろんな経験できるし。うん。うん。まあ楽しい。いい。た、え誰え誰,誰誰誰誰？<laughs> よくそこまで揃えられたな。うん。じずさん主導だとね。え誰心当たりって。お、おやじさんか わかんな眠れないっすかうんいや別に一緒に間に挟まって横になってたらうんうーん,なんかあるなこれはもう一くだりああ一人コーヒー飲んで大丈夫かどうかわかんない人がいますけどうん大丈夫っすかああ はあ、うん、あはは寝てる人に罰ゲームを施すやってもらうはああなるほどなるほどねどうしましたと一番そういうのに嫌な予感を抱きそうなシャロさんが何でそんな楽しそうなんですかとそうだスターダストマイムマイムだあのマイムマイムってね一人だけ衰退を,を晒すことになってか えーっとね、今言うべさんそうなんですけど、これね、実はいまいちか伝わってなかったかっていうね、感じだったんですよね。うわーこんなでしたっけバター作るんでしたっけみたいなね。はははは。ははは。これ誰の力なのチは <laughs> ちやさんが真っ先にダメだったか。<laughs> な、これなんで、これなんでみんなの。 これどこからの… <laughs> おかしいですけどね何の力で全員吹っ飛ぶでしょ <laughs> すごいとしたけど一人だけ <laughs> 一人だけ回転慣れてる人がいましたね <laughs> 勝負だったんでしたっけ耐久レースでしたっけいやー飛んでうーん やっぱこの人たちじゃないとならないなぁ。こういうことにはなぁ。何なんだこれは。うん。よかったっすね。でもそう。みんなが楽しんでくれてそんなによかったですかでもそうなんですよ。これね。今回見始める。でタイトルをもう一回確認するときに、そうだ。リゼさんが誘ってみんなで行くんだよなっていうね。その発端になった倹約が、リゼさん、リゼさんっていうのが、 結構ね、やっぱり新鮮な感じですよね。ああ、よかったですね。おもし、美味しそうですね。うーさすがですね。素晴らしいですね。はい。お芋ですか。だい、<laughs> 金脈 <laughs>。まあ、兵器に値しますよね。これはね。<laughs> まあ、年上だから楽しめ方知ってんじゃないですか。いつもより心の解放の、 うあらなんという素晴らしい願い方なんだろうなお願い事なんだろう千野さんうんうわこんな可愛らしいお願い事を私聞いたことないっすわこんなことあるうんいやいろんなねお願い事聞いてきましたよ CGDCT で「星に願いを」とか「初詣」とかでうーん うーんうんうん、まあそういうお願いですよねよく聞くのうんちょっとでいいんすかまあでもおかげで面白かったでしょいろんな経験できたし力もついたしねそうなんですよなんだすごいいいお話いいかん、うん、やっぱ高広さんのお友達だったのね うん、まあ、天罰なんですけどね。うん。天罰です。<laughs> お,お父さん、なんでそんなことわかるんですかだいぶ盛り上がりましたよ、お父さん。<laughs> こんな、こんなダンディーな空間ありますうん。ああ、本当に始められたんですね。うん。やばい。 <laughs> ここ数年でなかったぐらいうんあやっぱりねお友達だったんですね戦友ねうんまあそうなんだろうなと思ってましたけど <laughs> なんだこの空間はあまりにも男らしすぎる渋いかっこいいはははは100%かっこいいんだかうん間違いないですねお父さんの覇気が流れ星となってうん 喋らないわ、うん、もうできるんすよそれ青山さんうん青山がおじいさんマスターうんえー、すごいー <laughs> なんというみんなの優しさにあふれた回なんだ今回すごいなねいろんないいセリフいい一言ありましたよね注意の向け方とか 変えてうん愛にあふれた回だったぜなぜですかうんいやもらっといたらうんコガさん聞いてるうんやっぱ寝てただねうんじゃねえかと思ったんですよねーもらっとけ <laughs> あれカメラ自前のやつへ これココアさんの影響だったりするんですかね今回 <laughs>。そうっすね。一部すごい光景。豆ちゃんたち。うん。可愛らしすぎんだろ。何や。うん、うん。な、あー,はー。まあいいっすけど、そのドッキリとかいたずらの。うん。いや、やられてんのは。 わし全然いいですけどよくドッキリとかいたずらのために <laughs> 大機してないといけないっていうねよく皆さんここまでやられますよねケチャップねやだわうんおはようございます食べないでくださいだなーうわー絶対思い出すんだなもうこういうくだりがあると重症ですね私もほほ <laughs> 意外と効いたなココアさんそんなんでもないかと思ったけど あんな敵面100%を真に受けてもらえるとはいたずらした甲斐があったぜおううんはじめあああ <laughs> しゃべっていいんだお父さんのリゼさんのお父さんの前ではお父さんの名前クレディットにありますかねちょっと見てみよういやーほんといい話の連発そんなド派手なことないんですけど ちょっとしたことなんですけど、一歩間違ったら危なかったり退屈だったり、残念だったりがっかりだったりすることが、みんなのお互いを思い合う気持ちとか、こういう見方もあるよみたいな一言で、なるほどなるほどなことがたくさんありましたね。いやー、名言の連発でしたね、今回。みんなで出かけるとあんな感じか。ないっすね、お名前あるかと思ったけど。まあ、高カさんもないですからね、ここには。作詞では言ってますけど。 あーなるほど。そういう第11話でしたか。11話、うわ、11話すげえな。まあ、そんな流れの中で可愛らしいものもたくさんあったし、本当に心温まるものもたくさんあったんですけど、まあ、だいぶハラハラしましたけどね。慣れてない人が川に行くとね、ああいうことあるんですよね。周り見えなくなっちゃうんですよね。川って結構直線距離で、まあ人によりますけど、そんなに移動してないつもりでも、特に下りの方ね。 流れと一緒に下っていくと自分ではそんなに移動したつもりないんですけど流れに押されて補足が早くなっていることもあるしあと水面が進行方向に流れて一緒に行ってるんでそれでそんなに歩いてないつもりでも実は結構距離は離れてしまってるということあるんであんまりめったに川に行かないとか川に初めて行くときはもう常に意識してここから動かないんだというぐらいの感じでいた方がいいですよねっていうぐらいね川って結構ね 自分でもわかんないうちに遠くへどんどん行ってしまうことあるんで、っていうのをね、うわ、あるなっていうね、ことを思いながら、成り行きを見ていたんですけど、まあ、危ないんでね、本当に、もう絶対ダメですよ、と、ああいうことは、と思ってたんで、まあ、それを聞いたココアさんが、私の防止のためになんて、まあ、喜びはしないでしょうけど、ちゃんとチノさんに絶対やっちゃダメなんだ、ということを言えるかな、と。厳しいことを、ちゃんと言えるかな、ってね、こういう時に、 いくら可愛い相手だっても絶対甘やかしちゃいけないんで甘え顔せずに厳しい叱責をあのココアさんがチノさんに向かってできるかと思っていたらちゃんとできていていやーココアさんやっぱココアさんですよやっぱ安心してチノさんを預けられるのはココアさんあなたしかいないですよっていうねうんあれは本当にチノさんが可愛いとか妹が欲しいとかじゃなくて本当にチノさんを愛していないとああいうことはできないんでココアさんの本当に心の底からの 気持ちをうかがい知ることもできたというね、そういう素晴らしいくだりでしたし、まあ良かったですね、本当に。他にもたくさん、今回あれですかね、まあ、かくされた場所っていうことで、連帯感強まるってこともあるでしょうけど、本当にお互いがね、みんながみんなのために、その都度知恵とか力とか出し合って、本当に今回の旅を楽しいものにしようと、皆さんで心を一つにされてるのが、なんと美しい回でしたね。で、最後の方でね、これは <laughs>、 もうダンディズム100%の世界ですよね。どんだけここにかき集めたんだっていうぐらい凄まじい密度。力入れすぎでしょっていうぐらい、この大人の渋い男の美しさ、かっこよさをふんだんにここに詰め込んで一斉に解放しているっていう、まあ素晴らしい下りでしたけど、でまあ一応確定したのは今回が初めてですよね。この二人がずーっと戦友、最初はライバル同士で、で戦場で友情が生まれ始め、で今ではずーっと 親友だしこうしてお父さんもラビットハウスにおいでになるとうんなるほどそれでまた吹家が生きてきたりねあ素晴らしいですよね本当に第一話で出てきたちらっとだけ出てきたココアさんのご実家の周りの様子とかもまたおさらいすることになったりとかカメラもずっとそれ以来出てきてますし他にもね全部がこの先だと本当に多分だけどそういうところには相当 傾注されてるんでしょうけどどんなに小さい物事とか誰かが一回触れただけのことでも何度も繰り返しててきてでその時の思い出と一緒にその存在が着目されるということありますよね吹きは早速ですもんね多分これは意識してそこに力入れられてるんでしょうという感じの今回でしたねいやあ、相変わらず可愛らしかったですね千野さんまだその可愛らしさの新たなまだ新たな種類の可愛らしさをお持ちでしたかと 恐ろしい人ですね、本当に。で、前回のリアクションとディスカッションですね。まあ、ある意味、青山さんが裏主人公とずっと探す標的になっていたのは青山さんだったことが途中でわかるという回だったんで、まあ、クイーンディージャーさんはね、狂気乱舞されてましたね。うん。あと意外なことがわかって、その、まあ、これもさっき触れました、登場が一度っきりじゃないんだっていうね、なありましたけど、編集さんね、これだって第一期でしたっけ 編集さんの存在先生って呼ばれると編集さんに呼ばれてる <laughs> ねあの時から追われてるんだってね。編集さんは追ってくるものっていう青山さんの話がここでまた再び浮上してきて、編集さんご本人が登場っていうのも以前出てきたお話のもうちょっと詳細に掘り下げていくっていう、この作品ではよくある法則ですけど、それの一環ですよね、編集さん。それが後輩で高校時代からずっと 青山さんのケツをたたいていたということだったのかとかねいろいろ面白いこともわかりましたし高校の時から進出し没であっちこっちに顔を覗かせてはよくわかんないんだけど勝利に導いていってるというね青山さんの意外な過去がわかったりとかその頃できていた人間関係が今にどうつながっているのかとかその辺も出てきてまあいろんな人の背後に面白い話があるもんだと人生いろいろですねというねお話がたくさんあったんでまあその辺も楽しまれてましたと。 で細かい話ですけど、フキヤね、フキヤって何でしたっけって思ったんですけど、ブローガンね、へぇ、そのままっすね。ただ、なんでフキヤなんですかってことは、誰も分かってなかったし、まあ、この作品に出てくる、その、なんでそれ選んだんですかみたいなことはたくさんあるんで、まあ、皆さん、特にもはや気にもされてないっていうね、いう感じでしたね。なんでブローガンなんでみたいなね、こともなく。あとディスカッションですね。あよま、青山先生ですね。青山先生と、編集者がめちゃくちゃ可愛かったと。ああ、 あーあーっていうねあのミッドロールのところにまで割り込んでくる青山先生のあー聞こえないでしたけどまあ本当にねああいうところですよねちょっとはみ出すんですよね。この作品の演出なのか脚本なのかわかりませんけど普通だったら自然に減衰していくところとかここでカットみたいなのを入れるところをこの作品だとあえて他のくだりにかぶせたりとか他のことをやってる場所にはみ出させたりとかよくありますよね。 うまいよなあ,ああいう違和感の作り方。何今のみたいな。なんか変だったみたいな。ね。これはもう一気からですけどね。筆屋さんかなそれにはチノだけいればよかった。チノがココアをお姉ちゃんと呼ぶだけで出てこさせられると踏んでいたよと。完全に私と同じ予想をされてましたね。もう余裕っすよ。これがね、その日本神話に興味持ってこのお話を初めて知ることになった方は必ずおっしゃるんですけど。 アマテラス大神の時から引きこもりかよと。じゃあ日本で引きこもりがいたりとか、発生したりとか、引きこもりっていう言葉ができたりとか、これはもう伝統かというね、言われてましたけど、アマテラス大神に比べたら一撃で飛び出させてくれるというね、引きずり出す必要もない。こっちにはチノさんという最終兵器がありますからというね、前期第一期の最終話でも、ここぞという時に放たれたあのお姉ちゃん法ですけど、今期でも何かしらありますかね、お姉ちゃんっていうね。 お母さんが引きこもったぐらいだったらまだそれには及ばないとお姉ちゃんには及ばないとまだ温存されてましたけどさて最終は誰で,でしょうかいやあ次ぎさしようかねでまたメグさんの話題ですねじゃんけんの話題もあるんですけどじゃんけんはねちょっとねそこそこ驚きの話題もあるんですけどあとで今日はチノと愛子だったでんところでメグがベストグロールだと思うのは私だけだろうかこの回では大した出番はなかったにもかかわらずそれが私が気づいた点だったとうん ほぼいらっしゃらなかったメグさんが、これはどうやらメグが俺にとってはベースドゥルルだと気づかれるってことは、まあ相当でしょうね。深く食い込んでいって今頃聞いてきたかと、メグさんが。まあ今回も結構ね、要所要所でいい出番があって、よかったっすね。まあ相変わらず本当にね、まあ全員変わらしいんですけどね。今回は特にそうですね、夏の装いということで髪型も変えられてますし、服装ね、うん、全員めちゃめちゃ可愛らしいっていうね。 ちょっとびっくりだったのはシャロさんですよね。そっか、今までああいう髪型ありえたけど、初めて出てきて、多分、すごい新鮮な様変わりするもんですね。そういう髪型とか衣装とかね、すごいこだわってて。で、お父さん連中はそっちはそっちでね、めちゃめちゃかっこいいしね。うん。その、とにかく美ですよね。親善美の美。トゥルース・グランビューリーのビューリーの寄せ集めのようなこの作品ですね。いやー、今回すごかった。濃かった。いろんな美しさを。 いろんな美を見せていただきました。私はメグを称える。彼女は私の一番ではないが、その場所はシャロンのために確保されている。彼女は間違いなく上位にあると。うん。この人もメグさんは上位にあるとお認めになりつつ、一番はシャロさんと。うん。もう、もう予約してあるからね。動かせないですね。だけどやっぱり、シャロさんとメグさんってセットでお気に入りっていう人多いっすね。私もそうですけどね。まあ、チノさんはだいぶ群抜いてるとしても、シャロさんとメグさんはね。 あと、じゃんけんはね。まあ、これいいっすよね。本当に。ここにじゃんけん入れたのね。こうやっていろんな形で話題にされやすいわ。俺こんなだったよ、みたいなね。そこでちょっと、一くだりやりとりが発生したりね、ありますし。この人の場合はね、かわいそうなことがあって、どうやったら私は毎回じゃんけんに負けるんだって。本当ですよ。どうやったら毎回負けるんだ。そんなことありえる適当にもうずっと、じゃあ、でももう10話か遅いか。ずっとちょきだけ出してきていいんですよ。<laughs> そうすれば絶対その仕方でるから。まあ別にチョキに限らないですけど、同じ手だけずーっと出してりゃ、いつか勝てるんですよね。で、いろいろ下りがありまして、苔にされた話というので、苔にされた話といえば、リズの学校の庶民クラブは、庶民サンプルの恥をも知らないパロディだなと、なるほど。私もこの作品見たことはない作品なんですけど、頭をよぎりましたね。なんかそんな話あったなみたいな。庶民を研究しないとわかんないからっていうことで、庶民を研究するっていうね、部活が存在するっていうので、まああり得るけど、 どううでしょう原作にはなかったのかというのも同じ時期にアニメが放送されているので意図的な気がする。もしかして同じスタジオとか何か私これ軽く調べましたけど特につながりはなかったっすね。だけどまあ意識はされてるかも。あとはそうじゃないとしたらたまたま原作にあって本当にただの偶然かなの可能性もありますけどね。でもね庶民を研究しないとわかんない人たちが庶民を研究わざわざ研究に行く部活っていうのでねお嬢様が。 うん、すごい類似点が大きくて多いので言ってる人いらっしゃいました。で、これなんですよね。じゃんけんの話題なんですけど、ちょっと、ちょっと耳を疑うようなね、話がありまして、アニメの女の子とじゃんけんをすることの方が大事だから仕事を辞めた。びっくりしますよね。じゃんけんぴょの時間だ。ってね、さらっと続けられてるんですけど、いや、ちょっと待った。ちょっとちょっと、待ってくださいよなんですけど、もう一つの追随すべき法則が見えてきた。これは、最善でも望み薄だ。が、私にはこれしかないんだ。なんなんだ、この人の。 じゃんけんに、じゃんけんぴょんにかける。このかけ方何なんすかねこれまでの全シーズンで一番自信のない一投。パーで行くぞ。で、ファーク。私もこれが行き止まりか。<laughs> バトル漫画かな。とうとう限界見てた。これはゴミだ。運が良かったなちの。現在のスコア、私た5。モイブローブス1。すごいですね。パー、グー、グーで、5、6、7話でアイコが続いてる。以外はずっと勝ってきたのが、ここへ来て初めて負けたか。へーすごいな。 あ、あ、違う、1個負けてる、あそっかそかか、えブローブ1が、えー、で、今回またパーを出して、チノさんに敗れてと、どうやら俺もここまでかと、戦場去る時が来たかと、そこまでおっしゃってないですけど、でね、聞き捨てならないですよね。え、なんてっていうね、仕事を辞めたってなかなかっすよっていうね、なんでそんなとんでもないことをさらっとおっしゃった後、普通にじゃんけんの話をずっとできるのか、この人は。アニメの <laughs>、でね、それを聞こえなかったのかな と思われたのかな。そんなわけないでしょうけどね。繰り返されてる方いらっしゃいますね。アニメの女の子とじゃんけんをすることの方が大事だから仕事を辞めたんだってさっていうね、ことを引用されてわざわざ繰り返されてますけど、うん、それはわかってるんですよ。でもそれがどう関わってくるんだっていうね。ただこの人はね、その、え、なんてってびっくりされた方は質問されてるんですけど、このじゃんけんのくだりよくわかってなかったみたいで、それも後でね、ひとくだりちょっと決着するところがありまして、で、その、 じゃんけんのために仕事を辞められた方がね、返答されてますけど、私の前回の投稿。で、そちらでは、この新しい夜勤は、ね、これありましたね、前回ね。前回読んで、前々回か、前々回読んで、まあいろんな大変な仕事があるなというのはありましたけど、この新しい夜勤はしんどくて、だいぶ遅くなったし、誰もこれは見てくれないけど、それでも私は決意で満たされている。じゃんけんぴょんの時間だ。今度はチョキを出してくるんだろ。うこれで5週間になるなというね、連勝がでしょうね。うん。勝ち星がかな。5週。 分 ?5 週間分 ?5 週分でしょうかね。で、わざわざそのご自身の前回の投稿を引用されて、これは、それはね、じゃんけんぴょんができるかできないかという、この人にとっては、まあ、じゃんけんぴょんが一番大きな問題なのかなっていうね。それがなくても十分しんどいですけど、私は2週間前に週55時間のきつい夜勤を選択したが、それはあんまり私のためになっていなかった。そらそうでしょうね。 だって週55時間って、まあ、ご営業日として、一日11時間でしょで、夜勤でしょこれ本当かななんか、これマジっていうね、ちょっと、きつすごい働き者だけどね。まあ、ありえなくないけど、夜勤で11時間はちょっとね、週55時間ね。うん。まあ、6日体制かなまあ、6日体制か、もしくは不定期に、の可能性もありますけど、いや、きついですね、これ。私はすでに週合計75時間の別の仕事を持っていたからね。<laughs> うん、まあ細かい事情はかんないですけど週75時間も相当っすよね。1日時間えご営業日として <laughs> もう完全にご営業日としか頭の中固まってますけどですよね。15時間1日15時間働きすぎじゃないこの人どうかしてるけどねこれ米国人だったらちょっと病気疑われるレベルで人には言わない方がいいぐらいの勤務時間っすよね。日本人だったら <laughs> 悲しいいいとに,にまあい いいことばっかりじゃない。まあ、働き者なのはね、いいことなんですけど、日本人でもちょっとね、1日15時間はね、週6日だとして、10、それでも12時間ちょっとになるんだ。あんまり変わんないな。だから当然私は、袋の焼き石のようにそれを放り出した。そりゃそうでしょうね。うん、当然ですね。でも実はただアニメの女の子とじゃんけんをする時間を作るためだったんだ、というね。まあ、これは、ご自身の、すごい働くな、この人。ご自身の働く、そのー、 就業状態の変化と、この作品でのじゃんけんを絡めて冗談めかしておっしゃってんのか、それともマジで、これじゃあ、みんなとじゃんけんできないと。じゃんけんぴょんの時間がなくなると。だから、このアホみたいな夜勤は、まあ、それは、この夜勤はね、続かないですよね。この夜勤はやめて、放り出して、その週75時間の別の仕事の方に集中しようと思われたのか、どこまで本気でおっしゃってんのかわかんないですけど、まあね、ちょっとね、この、聞き捨てならない話がありまして、 で質問からちょっとと話題が生ままれてましたと、うん、これでねまあ夜勤でじゃんけんぴょんしてその結果とか戦績を書いても誰も読んでもらえないとそれじゃ書きがえがないというねいやー大変でしたねこれどこの国なんだろう本当にベーン・ノブ・ソローズさんうんほぼ毎回拝見するすごいなんかそのねじゃんけんぴょんに対する気合の張り方が尋常じゃないんですよねもう最初の頃からでその一連のこの方の人生の一部を 語っていただきましてそれに対しては萌えは人を変えるなっていうねまあ変えますよねうん。どんだけの人たちが世界中で萌えによって人生を変えられているかそして人が変われば世界も変わりますんで萌えは世界を変えていると言えるでしょうね特に近年尋常じゃないですよねその c g d c t、CT、とか萌えとかいう概念萌えブローブスとかねまあなんでこれはね日本が開発した最終兵器なんだとかねよく言われますよね 日本は平気ではででなく萌えで世界を征服ししようとしているんだこれは日本の陰謀だとかねよく言われますけどね。で、その質問された方がもしかしてこれがよくわかってないのかということで解説をされている方がいらっしゃってエンディングクレディットの曲の本当に最後の一瞬で彼女たちはジャンケンの手を出しているように見えるよね。それでみんなそれに乗っかっているんだ。私は今週負けた。これで私の記録は4勝2敗2引き分けと最初の2つは見逃していた。で、それでやっと。 よかったですね。この解説は当たられてましたね。おおーっていうね。ようやく合点されたようです。うん。多分だけど、これまであんまりご覧になってなかったのと、ディスカッションもそんなに、まあ、さっきのベン・ノブ・ソローズさんが、夜勤で遅くなってたから、余計になるのかもしれないですけど、じゃんけんの話とか、見落とされてて、もしくはご覧になってても、ちらっとご覧になって、何の話だろう、じゃんけんって、じゃんけんなんてあったっけ、今回みたいな、ぐらいに思われたのが、今回ね、その、 多分だけど、冒頭で書かれてますからね、ジャンケンのために仕事を辞めたっていう、聞き捨ても見逃しもならないような、感化できない書き込みが目に飛び込んできて、で、掘ってみたらこういうことがあったのかというね、面白い二人がいましたよ、本当にに。<laughs> 本当にジにンケンピョ票のために仕事を変えられたんですかね。だとしたらね、確かに、人を変えるなっていうのは恐ろしいですね。あとですね、これ、うん、まず、 ホッピーさんっていう方の発言でシャロは必殺の狙いを持っているね。一つの矢として的を外さず、そしてすべてど真ん中だった。ボーザーイですね。ボーザーイだった。哀れな緑。彼女の生徒はただ幻覚で彼女はそのおとなしさゆえに引っ張り回されてしまう。という発言を引用されている方が、まず、吹きにかむ。<laughs> に関すする感想ですけど、吹き矢部員っていうねこの字面だけでも二度と見ることないんじゃないかっていうね吹き矢部員が三連続ブローズアイを目撃してすぐに代わりにシャローを勧誘しようとしなかったことに驚いたということをまずおっしゃってからその生徒っていうねこれなんですよねそっかそらそっかっていうねことがありましたあれは彼女の生徒ではない 彼女は高校時代の後輩でそして今は彼女に配属された編集者として働いている先生という設備士は教師医者教授作家芸術家などなどに使われるというねそっかー先生といえば先生 <laughs> 学校の先生だから先生と誰かを呼ぶ人はその生徒というねなるほどそういう競技の使われ方しかこれまでご覧になったことのないだからその日本語にまだ 触れて日が浅くウィーブネスが微弱な方はなるほど先生と呼んだってことは彼女はあの人の生徒なのかとあり得るなこのぐらいの知識段階の方だったらそういう風に思われてもおかしくないでそれをね結構一言だけの言及なんですけどそこを目指とく救い取られてあこの人この勘違いあるなっていうねそういう勘違いしてるなって察知されて先生っていうのは学校の先生だけじゃないんだと教師も医者も教授作家芸術家 の先生ととといいううだことを解説されててるっていうねすごい洞察力ですね。相手の認識、この書き込みをしたホッピーさんの頭の中での認識がどうなってるか、その知識状態がどんな風になってるかを見抜かれて、必要な情報を穴埋めしてあげると。うん。そうなんですよね。これ、やっぱりね、安定の今となっては、ファニメーションさんね、あっちこっちですごい苦情出てますよ。毎回見んじゃないっていう、特に前説で。 アニメーションさんになってからね、それまで見ることのなかったほとんど、字幕ないとか別ですけど、字幕に対する苦情ね、何あれみたいな。タイプセッティングとか、その段落、なんで段落がガタガタ動くわけみたいな。あと、その、背後で言ってて、ほとんど聞こえないようなセリフまで、絶対に全部のセリフを字幕化しないと気が済まないんですかっていうね、病気ですかっていう、大丈夫ですかっていうぐらいの、やっぱ、慣れてないってことなのかな。多分だけど、 そのアニメの翻訳に慣れててなないいんだろうなっていうっ感じがすすごくする映画とかドラマとかだったらまだすごくよく機能する成立する通じる翻訳の流儀なんでしょうけどやっぱ硬いのとねちょっと文学的硬さがあるんですよね語彙はすごい豊富ですしね間違ったわじゃないんですけどねこれね文学作品でも何でもないんですよっていうねブブローブスの出てる まあ前説が萌えアニメだとしたら一応 CGDCT ですからそれに文学作品のノリで挑まれるとああいうことになるよなっていうねことがあったんでまあ最近頑張られてるのはいいんですけどで手広くやられてていろんな作品を撮られてるのはいいんですけど配信権をね獲得されてるのはいいんですけどちなみにですけどそのクランチローさん頑張れててそこにファニメーションさんがちょっと今度は俺も本気出しようかなみたいな感じで頑張れてる昨今になってきて ソニーささんに買収されるらしいですねまろいろ競合していって競争していってで頑張って力もつけて大きくなったところをソニーさんに売るというのも全然ご商売としてありなんじゃないかなという感じなんでまあそんなことありましたけどでだいぶ打線しましたけど字幕の話になるとねとは違って <laughs> コュー中さのこのね2機の字幕はフランチロールさんスタイルだったんで全部先生なんですよお姉ちゃんもところどころお姉ちゃんですし 他にも色々とあります。なかなかあの、ウィーブネス高めの字幕なんで、こういうね、取り残された方が一部発生すると、もうちょっとウィーブネスがね、蓄えられてくると、こういうものも頭上をかすめていかずに受け止められるようになるんですけど、ウィーブの先輩からそういう助言が、解説がありました。というね、なかなか心温まるくだりですね。今ではこの方も5年経ってますから、立派なウィーブに成長されたんでしょうか。昔はウィーアブーって言ってたのが、最近はもうウィーブですね。完全に。なんか定義も、 アーバン・ディクショナリーの定義もだんだん変わってきてるらしくて、この間、That Japanese Man Yuta の Yuta さんが、今の Weave ってなんだみたいな、私も Weave でありえるだろうかみたいな動画上げられてましたけど、なんかその中にあって面白かったのが、まさにこの作品が、その Weave を定義する指標に使われてまして、CGTCT を見てる、例えば、ラキスタとか、Is the order a r a b i t を見てたら Weave みたいな定義になってるらしくて、Yuta さんがね、何 CGTCT ってみたいな <laughs>。 そこで調べられてて、ちなみにラキスタは3回頑張ったけど続かなかったと。ご中射はどうですかねわかんないですけど。まあそうなんですよ。ウィーブの定義にご中射がつかれてまして。へーっていうね。今そんな時代か。ということがありました。さてそれで今回ですね。うーん。いやーやばいなぁ。冒頭からあの自然の脅威。はい。ねカメラ構えられて。まあ滅多に来ることのなさそうな。 もしくは初めて来た場所だから。ということで、写真撮りまくるうちのさんなんですけど、いきなり冒頭でそれ暮らしてるかっていうぐらいの、とんでもない、なか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 のものを冒頭から放ってくるじゃないか。やりますわね、みたいな感じになりましたけど、ココアさんに家族に紹介するよって言われて、猛烈に照れる。真っ赤っかになって顔伏せるうちのさんっていう、はあ、危ねえ。やばいやばいと。今のはやばかったと。とりあえず致命傷で済んだぜっていうね、感じの冒頭で、凄まじいこの後、 思いやられる感じのところがありまして、まあとにかく全編通じてね皆さんの髪型ちょっと変えてたりとか服がまあそらそうおっしゃってるんで作り手の方もこだわってるってですけどねやっぱさすがだわーうーん全員分でしょうしかもそのキャラクターの特性とか趣味思考に合わせたそれを反映させた投影させたようなやつうーん素晴らしい今回のこのまあ多分次回もねやっぱり 最後終わらなかったんで、じゃあみんなで帰ろうかみたいな。ね、普通こういう時ってね、じゃあみんなで、なんとか、多分なんとか町に、もしくは場所の名前で、なんとかに帰ろうかみたいな、切り出し方で、帰り自宅が始まるんですけど、この作品の場合ね、町の名前がわかんないっていうね。うん。まあとりあえずそんな、多分次回も続くんでしょう。この衣装と、髪型変えてきますかね。衣装もなんだったら、今回着替えてましたもんね。うん。着替えた後の衣装で行かれるのか、恐ろしいぜ。という、う 人はまるまるもうずーっと魅力が発散されているところがありまして、あれ本当にわざとだったか、食料がないっていうね、食料って書かれたクーラー、うん、軽いなって。まあ、リズさんが持ってたら全部軽いっすか。どれも同じぐらいに軽いから分かんなかったっすか。中身空っぽでもですか。そうっすか。で、まあ、川といえば釣りですけど、うん、なるほどね、この釣れなかった、釣れなかった理由は分かんないですけどね、まあ、いますよね、釣れない人って。まあ、大体ね、その、チノさんは日陰、 暑いんで日陰に行った方が良かったかなっておっしゃってましたけど、とにかく人間の影が水面に落ちてて、それでずっと一向に釣れないということはね、ありますんで、確かに両方の意味で日陰でやられてたら、超果違ったかもしれないですね。というね、まあ定番ですよね。川来たらやらないとね、釣り。ヤマメかニジマスか、ああいうかわかんないですけど、本当に川魚なんですよね。これね、この姿は。ちゃんとしてんな、こういうとこ。でまあその釣れなかったのが、後でね、もう一個効いてくるっていうね、 これは予想してなかったなぁ。帽子拾ったらたまたま魚を捕らえていたと。うん。これね、怖いっすよね。絶対ダメっすよ。絶対やめてください、千野さん。泳げないってね、そうだったっていうね。うん。でもそ、そ、うん、あ、そっか。手掴んでバタ足ぐらいでしたっけ。それで後で余計怖くなるっていうね。まあでも本当に最悪なことにはならず、そんなに悲惨なことにもならなかったんですけど、これは、チノさんの日頃の行いがいいから、守られていてたまたま運がよくてこうなったんであって、 どんな重大な事故につながるかわかんないので、ココアさんのおっしゃった通り、二度とそういうことはしてあげませんよというね、それをね、ちゃんと言ってくれるかなと、誰かが、一番言ってほしいのはココアさんなんですよね、お姉ちゃんだったらっていうね、お姉ちゃんとしての自覚があるんだったら、こういう時は厳しく言わないといけないんですよってね、思ってたら、うん、ココアさんの限界を超えた厳しさで、チノさんにお叱りとお仕置きをちゃんとできるっていうね、うん、これできないとお姉ちゃん資格ですからね、よかったよかったというくだりがありましたけど、 まあここでも本当にねその小川さんに対してはそんなにベタベタしないし出れないんですけど知乃さんはちゃんとそういう借りたものだから大事でなくしたりしちゃいけないんだとでそれを追っかけていくっていうのもね本当にその心根がね尊くて愛しくてね純粋でもう涙を誘うようなかわらしさなんですけどそれゆえに危ないことに盲目になってしまってなんとか大事に足らず済んだからいいようなもののというねふう。 焦るぜっていうね2人やりましたけどまああとはねこの <laughs> 完全にななんだよなここでね凄まじく思い出されるのはねなんせ来季ですもんねゆるキャンねまあ今季ご中佐のこの2期を見てんのってまあごくわずかでしょうけど今たまたまご覧になってる方は今たまたま見るには本当にあまりにも近すぎるというねゆるキャン2期が近すぎる時期にキャンプ界ご中佐のキャンプ界が 訪れるとはまあいろいろありましたけどねあの謎のどこから加わった力であの高速回転だったのかみんなで力を合わせたらでなんでやめないんだっていうねあったりとかまあでね最後にビシッと渋く締めてくれましたね <laughs> もう完璧っすよねこの二人のそれぞれ系統は違うんですけどとにかくどしぶいかっこいいすべてが全力っていうねこの作品ねうーん素晴らしいく人りでしたね この二人のキャラデザがこんなに生きるっていうね、うん。ここへ来て全力出してきたなっていう。いや、いいわ。うん。手下りありまして。で、エンディングがね、特殊なやつになってて、エンディングクレディットの間もずーっとお話は流れていって、さて、これで次回に繋がるのか、それとも次回明けたらもう街に戻ってんのかわかんないですけど、まあでもとにかくその辺ですよね。ずーっと前編を通じて皆さんの装いが新鮮で可愛らしいのと、まあいろいろお父さんの仕掛けでドタバタありいの。で、 本当に心が締め付けられるような美しいね。もうあれはココアさんに免じなくても、しまいあいと言っていいでしょうね。のくだりと、で、またみんなでキャンプファイヤーでワイワイと。で、お父さん同士のめちゃめちゃ渋いくだりね。うん。でしょうね。反応大きかったりするのはね。なんでまた次回までの間にその辺のところを拝見してもらって、また何か面白いことありましたらお話しようかなと思っているところでございます。っていうとこですかね、今回は。そんな感じでご注文はさぎですか第11話見ていきました。 お付き合いいただいた皆さんありがとうございました。また次回でお会いしたいと思います。それではまた。